2024年の元 GP は、昨年に続いてフランチェスコ・バニャイア、ルカティとホルエー・マルティン、プラマックが激しいタイトル争いを展開している。t o GP のレジェンドライダーであるバレンティーノ・ロッシュは、自身の愛弟子でもあるバニャイアと、そのライバルであるマルティンとの争いについて言及した。リザルト、t o GP2024 オーストリア GP。現在は4話レースに参戦しているロッシュは、 自身のレースとスケジュールが重なっていないオーストリア GP でパドックに姿を見せた。そして主に自身のオーナーチームである VR46 のキットで時間を過ごした。そんなロッシュは自チームだけでなく、今回も他と一線を隠したパフォーマンスを見せるバニャイアとマルティンにも注目している。二人は予選でライバルに大差をつけ、土曜日のスプリントや日曜日の決勝でも勝利を争った。 特にバニャイアは VR46 のサポートを受けながら最高峰クラスまでたどり着いたライダーであるためロッシュもよく知る存在だ。そのバニャイアのライバルとして印象的な活躍を見せているマルティンもまたロッシュの金銭に触れる存在となっている。ロッシュは最近のマルティンがあらゆる面でレベルアップし技術を向上させていることを称賛しながらもバニャイアには弱点がないため。 かなり手強いい存在だと感じているマルティンはいつももう少しのところまで来ている。彼はとても落ち着いていて、ライディングもうまく、信じられないほど速い。ロッシュはスカイスポーツに対し、マルティンを総評した。彼はあらゆる面で大きく進歩しているが、今のところバニャイアには弱点がない。彼、バニャイア、には一周のスピードがあり、常にスタートを決めている。 これは非常に重要なことだ。マックス・フェルスタッペンが F1 でやっているような感じだね。常にうまくスタートするのは簡単なことじゃないし、たまにミスをすることもあるけれど彼は常にそこにいる。そしてとても速いんだ。最近はプレッシャーがかかる中でもベストを尽くしている。これこそバニャイアの強みだと思っている。彼はアグレッシブだが、ダーティではない。 そしてクリーンだけど脇が甘いわけでもない。ジャークさとアグレッシブさがうまくミックスされているんだ。彼はブレーキングでオーバーステアを出しているのに、タイヤのマイレージも稼げるし、ミスもしない。今、バニャイアを打ち負かすのは難しいが、僕はマルティンのことも支持しているよ。バニャイアとマルティンのタイトル争いは、 序盤こそ拮抗していたが、バニャイアがカタルニアから4連勝を記録して流れを引き寄せた。しかしマルティンも黙っておらず、サマーブレイク明けのイギリス GP でバニャイアの前でフィニッシュし、ポイントリーダーの座を奪い返した。続くオーストリア GP のスプリントを終えた時点では両ライダーが同点。決勝ではバニャイアが制し、5ポイント差でリードした。ロッシュは、 そんな二人のタイトル争いが最終戦のバレンシアまでもつれる可能性が高いと見ている。多くのレースを終えて、二人はまだポイントで並んでいる。戦いが最後までもつれる良いチャンスだと思う。あとは流れにも大いに左右されるだろう。バニャイアだって44点のビハインドがあったのに、そこからはい上がってきてここにいるんだからね。いずれにせよ、良い戦いになるだろう。マルティンはとても速いライダーで、 ミスも少ないし、スタートも良い。だから彼らは最後まで争うことになるだろう。ロッソはさらにこう続ける。サマーブレイクの前、テッコ、バニャイア、の方がコンディションが良かった。しかしマルティンは、来年ルカティに残らず移籍するにもかかわらず、休み明けには復活を遂げることができた。現時点では、ドローだね。外から見ていても彼らは少し抜きんでていて、 コース上の最も重要なポイントでは、他のライバルに対してコンマ数秒の差をつけていることがわかる。またオーストリアのスプリントでは、マルティンがバニャイアと争う中で死刑員をオーバーシュートし、そのことでロングラップペナルティを受けたことが話題となった。マルティンはバニャイアを先行させたものの、コース復帰時に十分な減速がなかったことが罰則の原因とされた。ロッシュは、 トラックリミットの問題を解決する最善の方法は、ほとんどの場所に芝生のランオフエリアを設けることだと考えている。マルティンはブレーキングでミスをしてコースアウトした。そこには芝生があるべきだ。今はそこがコンクリートになっているけど、自分の考えではミスを犯した者が代償を払うのは当然のことだ。コンクリートだからといって、試験員をカットして前のライダーに追いつくのは不公平だ。 彼はもう少し待ってマルク・マルケス、ブレシーニをパスさせてからレースに戻るべきだった。彼がミスをした時はペッコに近い位置、0.15秒くらいの差で戻ってきた。コース外はコンクリートの型が安全だ。草地であれば転倒してしまう。安全が最重要なのは確かだ。でもレーサーはそこがアスファルトだと分かっていれば、最悪の場合はショートカット覚悟で、レートブレーキングにトライする。